押しです。どうもサクサクミルク赤崎です。降りしきる雨の中で瀬尾です。はい、よろしくお願いします。はい、今回こちら鬼豚オーガという新店です。はい、なんとこの前の豚山と同じオープン日です。11月21日にオープンいたしました。こちらどうぞ、東西線のね木場駅からすぐのところにございまして、あのジャンクガレッジとか六輪車を手掛ける、松藤食品さんの新しい二郎系なんですね。松藤食品でございますね。メニューはまだこのシンプルにこうラーメンだけでして、茹で前600の特という大きさのラーメンもあるんで、自信ある方は行っちゃいましょう、ということでね。無料トッピングもすごいよ、これ軟骨がありますから、軟骨、しかも味玉も無料で選べるという、素晴らしいね。着丼こちらです、ラーメン豚とネギ足してまして、軟骨ニンニク増しまして、油はねこうトリプルまでいけちゃうよということなんですが、残念ながら軟骨をね混ぜないんですね。なるほど、右端にこう入ってる軟骨で、後ほど見ていきましょう、さあまずはそのまあ鬼豚なんで、豚からいきますが、なんか綺麗ですね。いや、そうなんですよ、このしっかりとした厚みと重み、ブリンブリン弾力がすごいもんで、噛み切れないぐらいのブリンブリンですよこれ。これまで食った中で結構上位の弾力だったかもしれません。すぐさまスープを飲んでいきますが、こちらはね非乳化系で返しが控えめなんで、こうマイルド風味ということで、女性も結構嬉しいんじゃないでしょうかね。なるほど。さらに豚2枚目ですが、なんとですね、神豚を超える鬼豚を目指しているという。神らしい、次は鬼だった。鬼らしいですね。神超えてるらしいですね、鬼というのはね。そうなんだね。いや、そうらしいです。はい。そしてね、お決まりの麺を引き出していきますが、こちら、いやいや、それ入ってるでしょ。あのラーメンだからね。あ、そっかそっか。ラーメンあるある、麺があるですか。麺があるか。なかった、困るよ。活率高めでツルツルの麺なんでね。すすりがいがあるよということでございますね。さあ、そしてさらにネギ麺を作っていく。で、注目はなんとですね、あのもやしとキャベツ、野菜入ってないんですよ。すごい。そうなんですよ。で、ネギがデフォルトでこうこんもり盛られてまして、で、まあ、今回はね、実はあの追加ネギを買ってるんですけど、これがね、白いネギなのか、薬味の方なのか、白髪ネギなのか、そう長ネギなのか、そう白髪なのか、同じじゃない？長？あ、どっちなんですか？もともとバランスよく入ってるかもわかんない。そう教えてください、誰かちょっと。聞いたら分かったけど。くそー、やりました。それ軟骨いきましたね。これが柔らかいんですね。あの甘みもすごい染みてまして、有料でもいいからこれね、増させてほしい。もっと食べたい。増させてってぐらい美味しいですね。さあ、そしてトリプルの油に移っていくけども、豆腐みたいな柔らかさ、麻婆豆腐乗ってんのかと思いましたけども、柔らかそうだったよ。柔らかそう。そのここにね、こう返しを乗っけて、いきますけども、ちょっとね罪悪感のあるうまさでしたこれは。さすがに、油と塩分の塊みたいなもんですけども、まあ、本家でもねこれぐらいに増させてくれるとこってなかなかないんで、鬼豚オリジナルだと思いますね。そしてニンニクをまあかけていくんだけども、でこのニンニク、今回の効果としましては、スープがマイルドなんでね、ニンニクによる味変効果が非常に絶大ということで、まあ生姜と選べるんだけど、やっぱニンニクおすすめですよ僕は、ね、なるほど。もう一度登場しました返し、まあ、先ほど言いましたがマイルドなんでね、3週半も入れちゃうよというね。さらにこうラー油もあるよということで、ラー油もあります。これもね3週入れちゃうよということでね、どんどん味変えすぎじゃねってところに、なんと味の素、あらまあ、あーマジで味の素初登場じゃない、多分だけど、家庭用のね、なんか、あ、そう、俺も鬼のようにかけていくと出来上がる鬼の味付けということでね、鬼を鬼使いますね。鬼使う大河テイストですかね。ラー油とネギ抜群だけど、味の素がまあうまいのなんですよね。舐めてじゃいけないです、味の素のうまさを。本当にうまいよそりゃ。ただね、残念なことに、あ、まだだったわ。ごめんなさい。大きく、異なる大正解の味変ということなんですけども、はい、なんと、胡椒がないということで、
なるほど。残念ですね。こんだけいろいろあるのに故障ないんですよ。ぜひね仕入れてほしい。あえて残してたんだ。あ、そしてファイナル豚ね、かなりスープにつけておいたんですが弾力はもう衰えないですね。ネギラー油豚としていただくとまあ美味しいですねというのを最後に言いたかったんですね。というわけでおちょいごちそうしま、よいしょというわけでございますね。さあそしてステータスを見ていくと、あっ、あーなるほどね、まあ、豚量が多いんで、まあ、しかし90点に95円超えていきましたね、ありがとうございますね。ということでね、いつの間にか豚量じゃなくて豚度になってるの気づきました。豚度、豚度です、今は豚度、豚の度合いで示してるね、量豚の度合いが全部100じゃないですか。えじゃなかったらね、理想っすからね、それは。いやいや、豚の、だから豚、俺、なんか、マシマシ的豚度、マシマシ的豚度っていうので測ってるから余計わかんない。尺度を教えてほしいですけど。ああ、そのルールをね、度合いのルールを。豚度、いや、これは、あの、押し測ってください。押し測ってください、何？押し測れ。全然わかんない。押し測って、やべ、全部わかんない。いやいや、豚度はもう忖度してください、もう本当に。何で、わかっといてるじゃん。忖度な言葉選ぶ。忖度してください、本当に。忖度、これはもう、度合いなんで、イメージで掴んでください、度合いというのはね。全部豚だけよ。いやいや、豚度があるのよ、もうそれレベルがね。それを教えてくれっつってんだよ。いやいや、すまない。豚が全体の何割を占めてますみたいな言ってる。 あ、そう、そういう豚度だった。冷静なね、冷静な判断をするね。そっか、はい。冷静な、別にあのなんかそうですか、うん、豚度の話で終わっちゃいました。まあ次回のねところも豚度で表していくんで、はい、次回はどこに行くんでしょうか。ご存知者、おいしょ。